月あればおかずを釣るという。今回は胴付きとか、まあ、サビキとかちょい投げとかでいろんな魚を釣って食べてみようかな。あれうそ天才や、ね、おっ旧さっきと同じ旧線かな。普通ベラベラかな。あ、コブダイじゃん。コブダイじゃん。え、ちゃう、コブダイじゃない。ダッサダッサ。意外と奥が深いかもしれない。もうすでに餌なさそうやけど。当たらんなったらないんじゃない。そんな一瞬で当た、まあ一瞬で当たったもんな。天才おるなこん中。こちらの丸ハツリグ明石店なんですけど。大倉海岸から徒歩5分ほど、朝も4時からオープンしてますので、ぜひ皆さんも早朝から頑張って釣りに行く際はぜひお越しください。僕も今から餌とか仕掛けの配達に行ってみようと思います。本職そうそうです。これあかんの？イワシなの？マジで？またそうやって商売する。いや。こう、マジで。1枚だけ。お2号？カラバリ。カラバリとは？こんなんでいい？これ何もついてない。これが。嘘やん。ほんまに。ほんまに。騙されましょう。本職に騙されました。あの橋の下言うて、あ、プールのとこ、もう足元やね、お子さんおるから。まあ、こんな感じで、今みたいな感じで、あのスタッフさんにいろいろ聞いてくれたこんなアドバイスもいただけますんで、ぜひいろいろ聞いてみてください。行ってきます。サビキカゴにアミエビを入れて行くぜ、やるぜ。ちょっとお邪魔。
サバちゃうこっち。いや、アジか。やりましたね。やりました。サバですね。サバでしたね。アジはちょっと逃げちゃいましたね。おい、いける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 、この調子でいきましょう。もう湧いてきてんねんけど、もう当たってます、もう当たってる。これがいいね。やっとなんか食料っぽいちゃんと魚を取ってます。やっと何匹目指しましょう。これまあ手堅くいけたで。早くやらなきゃ、早くやらなきゃ。ちょっと賢くなったぞ俺も。でもこのペースやっぱり100回上げなあかんから、3連掛け4連掛け欲しい。まだアミエビはいけます。あかん、語彙力がどんどん失われていく。このコースはね、あのバカになるという。さすがにあかんかな。あれハハ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 ハ。これはリリースせなあかんのかな。まあ、ね、見やすくなあかん。いやいや、だってもうあのみんなねちょっとあの楽しさを押し殺しすぎ。こんなん楽しくないわけないよ。めっちゃね。今回使ってる竿なんですけど、こちらファミリーちょい投げセットの分になりまして、竿と、おお、もう早速当たってますね、リールがセットになってる分です。ただね、サビキ釣りはもちろんちょい投げなんかでも使えるんで、今のシーズンアジとか、まあ、キス釣りのちょい投げとかいろいろやってきるんで、ぜひお試しください。はい、これ魚捕まるのに使ってるのはバーサルグリップっていうフィッシュグリップなんですけど、ギザーバがついてて、アジとか、まあ、サバ表面ヌルヌルしてるような魚もしっかり掴めますし、
アジなんかね、ここ腹のとこにちょっとトゲがあったりして、分かりますかね、これ、危ないんで、素手で掴むより、こんなフィッシュグリップで掴んでいただいた方が、お子様も安定で楽しめると思います。今回釣った魚たちです。アジとかサバとかあとベラかな、いろいろいるんですけど、まあ、とりあえず全部下ごしらえしていきたいと思います。アジなんですけど、このサイズ感でしたら全部指で、包丁いらないです、指で下処理できます。エラのとこから指入れてもらって、ここに指入れて内臓ごとかき出す感じ、あと簡単に洗ってもらって、バットに置いていきましょう。では片栗粉簡単につけたアジをどんどん油で揚げていきます。どん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 揚げていきましょう。冷蔵庫で1週間ぐらいは持つと思います。一晩漬け込んだらこんな感じで完成です。